大谷翔平20歳の成績がこちら、その成績がこちらです。高卒2年目でこれってよく考えると頭おかしいよな。まあまあスタンダード。当時の南J では桑田や松坂でもこれくらはできた。テレス多かったで、できるわけないんやけどな。今こういう選手でできたら、ひいきの球団が祭り上げてバカ騒ぎしそう。高卒2年目が11勝、A の取ったわ。高卒2年目が10本、A の取ったわ。大谷が11勝&10本、なんかしょぼいな。桑田ならできそうな気もする。松坂は滑りそう。ぶっ壊れてるよ。中途半端になるからどっちかに専念すべきやって声が大きかったな。この成績なら二刀流するのはもったいないという感じ。今見ると大したことない感じに思えてくるな。日本時代は緩い日程でやってたから全く評価されてなかったな。こっから打撃の伸びしろがメジャーホームラン王クラスまであるとか想像できんやん。名前を隠したら期待の新人としてポジれるわ。大谷の名前隠して投資家野手成績丸ごと切り取ったら急にめちゃくちゃすごく感じる。日本時代の打撃成績はいまいちじゃね。打率低い。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。